今回は福岡市のキャナルシティにあるハイアット福岡の1階ウルフギャングステーキ福岡にステーキを食べに来ました。ウルフギャングステーキはニューヨークの2大ステーキ店と言われています。ウルフギャングさんはピーター・ルガーというニューヨークでも最も有名なステーキハウスに40年間勤めて独立した方です。この方がウルフギャングステーキの創業者です。ウルフギャングステーキは国内では東京に数店、それから大阪に1店、そして福岡に1店だけの貴重なステーキハウスです。前菜はシーフードでしたが、スープは本日のスープというものになります。運ばれてきたステーキはいわゆるTボーンステーキで、骨のひだと右にロースト、それからヒレ肉が2つの種類のお肉が入っています。ウルフギャングの肉は全て熟成肉です。付け合わせは有名なマッシュポテトとスピナッチクリームです。このデザートは大変甘いので、甘いのが苦手な方にはおすすめできません。